崎チャンネル。ちょっ。こんにちは。さあ、パリーグの大穴ベストナイン結果発表。はい。あとシーズン前の企画ですね。そうそう、やっぱ答え合わせしないといけないからね。はい、もう忘れてたね。うん、はい。まあね、この企画はですね、はい、大穴ベストナイン取ったらびっくりじゃなくて、うん、過去一度もベストナインを取ったことない選手の中で、今年はこの選手がベストナイン取るんじゃないのかっていう各ポジションの選手を予想するという企画になっております。はい、9人中何人当てられるかっていうところですね。そうそう。でも初受賞だからね。はい。これめちゃくちゃ難しいんだよ。もしかしたら、本家に初受賞の人がいない可能性もあるし。そう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 。うん、で、めちゃくちゃ初受賞って可能性もあるし。あるしね、うん。で、その中で誰が初受賞するかっていうところをね、はい、やった。ちょっと予想ですね。はい。で、今日はパリーグ編です。はい。パリーグ編の予想。はい。伝えましょうか。はい。ピッチャーね。うん、則本、はい、だからまあね、則本が取ってないんだっていうね、そうなんですよ、ところだったけども、うん、でも今年則本良かったからね。まあそうですよね、うん、結果的にね、あの一番そうそうそう楽天の中ではね、はい、2桁も勝ったしね、うん、いい線いってたけども、はい、リアルでは山本、いやまあそりゃそうですよね、260票、はい、ダントツです。ダントツ、あの票が佐々木朗希千賀しかいってないんで、佐々木朗希投手が2票で、うん、千賀投手が1票、だからもうダントツです。差ですよ。でし、うん、この山本が2年連続2度目。はい。だからまあ、これはね、まあ仕方ない、ね。仕方ないです、これ、うん。はい。で、キャッチャーは、伏見を予想して、オリックス連覇行くんちゃうかっていうね。はい、でも連覇したね。連覇しました。そう、連覇したんだけども、はい、もうちょっと打てっていうね。やっぱ打たないとっていう。で、その中で、甲斐です。はい。甲斐選手2年ぶり3度目、はい、の受賞っていうところでね。はい。まあ、次点が森。で、3位若月。伏見はね、17票入ってる。でももうね、オリックスは2つに割れるからね。そりゃそうですよね。ここがね、やっぱ損してるね、うん。でもまあここはもうね、取ったことある選手だから、当てようがないからね。そうです、そうです。で、ファースト、はい、予想ではね、中村晃、うん、言ってたんですけど、はい、山川、はい、ね、257票、ダントツです。ダントツ。でも中村晃も1票入ってる。あ、ほんとだ。だから見る目あるね、俺らも。1票、まあまあ、うん、1票、いいっていう人が1人いる。はい。はい、でもあの、どう考えても山川選手ですよね。それはもう仕方ない、はい、ホームラン打点の2冠王だからね。で、1票入ってるっていうのがまたすごいですよね。中川で、だって山川も3年ぶり3度目だからね。そうです、初受賞じゃないからね。2冠です、うん、それはちょっとね、はい、まあ仕方ないね、うん、これ本当にね、難しいのよ。だってただ単に当てるんじゃなくて、うん、初受賞する人を当てるからね。そうだ、初受賞してくれないと当てられないですからね。そうそうそう、だからこう当たらない方が普通なのよ。はい、そうです、ね、で、続いて、はい、セカンド、はい、殿崎っていう、ね、やっぱ浅村王国がね、ずっと続いて、で、去年が多分中村翔吾だったんだよね。おあれ初受賞で、当てれたなって言ってて、はい、そうですね。そう、で、殿崎の復活を望んでね、ちょっと打率低かったね。そうですね。はあ、で、結果ね、浅村っていうね、まあ、224票。ね、殿崎も2票入ってます。はい、まあ、浅村選手2年ぶり6度目ですから、やっぱ浅村王国っていうのは。そうそう、もう王国が続いてるんでね、うん、まあね、なかなかっていう。でもここまで初受賞いないでしょ。はい、いないです、まだ。で、サード、やっぱガルビスね。うん、いやだってメジャーリーガーの4億円のスーパースター来て、はい、3位ってびっくりするようなやつがもう最近いなくなってきてるから、はい、そりゃ4億円で行くやろと。で、しかも開幕戦で逆転の満塁ホームラン打って、はい、これは行くやろうと思ったら、全然。全然。もう全然前世みたいな。全然前世書いてる。ねえ、でもサードは、宗、うん、256票、はい、ダントツだね。そうですね、これもね、2年連続2度目です、うん、だからここまあ初受賞になった、うん、ショートね、はい、山崎剛、うん、去年のね、終盤の活躍見て、はい、一歩間違っていけるんちゃうかと思ったら、今年佐藤さん結構押してましたもんね。そう、押してたのよ、うん、全然だった。ショートは今宮選手が239票、ダントツです。だからここも今宮源田王国あるからね。そう、でも5年ぶりなんですよ、ショート。だからずっと源田だったの。あ、そっか。そうだ、うん、今年ちょっと怪我とかあったから。そうそうそう、今宮源田もんだよ、うん、そうですね、5年ぶり3度目、うん、強いね。ということでね、内野は全員終わりましたけど、はい、あの初受賞なしです。だから当てようがない。当てようがなかった。そう、だから今はゼロ打数ゼロ安打だから、はい、そうです、そう、当てようがない、そういうことだ、ね、はい、で、次外野、はい、外野は、佐々木チームは島内高部マーティンを予想して、うん、まあ、ひょっとしたら若林鈴木翔平も応援枠で入れとこうかみたいなね、はい、そんな感じでしたね、うん、でも本命はまあ島内選手、高部選手、マーティンだったんですけど、はい、本当は外野松本192選手ね。そらもう首位打者だからね、はい、そら通るよ。でもこれ当てるのは相当難しかったですよ、うん、でも初受賞、初受賞当てれたな、当てられましたね。でもちょっと難しかったな。
いやいや、もうそれはね、申し訳ないけども、はい、松本剛が今年あんなダントツで首位打者取るの当てれてたら、はい、俺はもうスカウトになれる。いや本当に誰も予知できなかったです、うん、あれは、うん、その頑張ったことはね、応援するためにはいけると思うかも分かんないけど、首位打者ね、ダン、うん、トツの1位だからね、はい、で柳田、いや、まあ、これも納得ですよね、うん、で島内、はい、おーい、イエーイ。選手ですよ。で今年最多安打ね、はい、2年連続タイで去年ね、はい、あの 打点取ったけど取れなくて、最多安打取ったら取れたっていうね、取れた、よかった、うん、おめでとうございます島内選手。でここの島内がね取れたね、うん、一番の4位安打、はい、吉田が DH になったじゃん。あ、だから外野一つポジション空いたんだよ。そっか、吉田が DH で票を219票取ってる、はい、だからもし吉田が外野手に入ってたら、はい、ひょっとしたら分かんなかったかも分かんない、ね、そうかもしれないですね、うん、3位だからね、うん、で吉田正尚は外野手では41票なの、はい、だから全部が多分 DH にね、うん、まあこの DH の得票数がそのまま行くわけないと思うよ、はい、DH はあの競い合う相手がいないからね、うんうんうん、で俺はグラシアルにしてたけど、はい、まあ怪我もしていなかったから ね、 うん、でも高部も惜しいのよ、時点でよ、115票4位、本当だ、惜しかった、だからいい線いってるよね、うん、でマーディアンも全然だった、まあ、でも一人当てましたね、そう一人ね、だって初受賞が2人だからね、うん、そうだ、吉田選手、吉田正尚は DH 初だけど外野では選ばれてるから、じゃあ2分の1だ、うん、だから松本と島内で2分の1当ててんだからすごくない？5割、これはもう合格と言ってもいいよね、そうですね、うん、だって初受賞いないんだから、はい、一歩間違ったら0人になるとこだったもん、うん、あ、そしたらもうあの初受賞0人とかやめてな、企画潰しもいいとこだよそうですね受賞してほしいですね。じゃあちょっと今思う来年の予想しようか、はい、え、一人来年初受賞でベストナイン、今ね、これまだキャンプとか見るから言えないけど、今で来年でもよっしゃ決めた、うん、じゃあ行こう、パリーグよ、パリーグ、はい、オッケー、せーの、高部、言うと思った、辰巳、高部取っちゃうよ、いやそれでも絶対高部選手言うと思ったんで、うん、しかも吉田正尚いなくなるから、そうですね、メジャー相席、うん、だから高部チャンスありますね、辰巳7票入ってる、はい、でも今年ゴールデングラブも取って、あの打撃に力を入れたのにゴールデングラブ取りましたってなんか言ってたんで、うん、だからもうじゃあ守備に力入れたら打撃取れんじゃん、でも知ってた、宮本慎也さんってショートでベースライン1回も取ったことない、サードで取ったことある、サードに行って、あ、そうなんですか、ショートはだから新岡とか、はい、鳥谷とか、まあ、他の選手がいたから、石井拓郎さんとか、うん、いて一回も取ってない、はい、だからよっぽど打たないと取れないんだよ、外野って、よっぽど、ね、だって首位打者やろ、でまあもうアベレージ全部いい感じでしょ、はい、もうほぼタイトルですね、タイトル取らないと無理なんだよ、だから高部も盗塁を取ってるから、そっか、多分ここの4位に組み込めてきてるんだよ、だから辰巳が何のタイトルを狙うかによる、でもバランス型に行くしかないですよね、でもそしたらホームランもやっぱ 2,30 本打たなきゃいけないからね、バランス型は、でも今年1イニング2ホーマーっていうのもあったんで、いやいやトータルだから、でもそうなんですけど俺も1イニング2ホーマー、あ、1イニングね、1イニングですか、でもそれだったら、はい、もう毎試合1本ずつ打った方がいいそう、確かにそうですねまあでもなんかだんだんパンチ力増してきてる気がするんで、うん、だからやっぱね、外野はねタイトル取らないと、うん、なかなか厳しいよ、あとはワンチャンのは三森やな、あとはもう佐々木朗希ちゃう、あー、そうですね、うん、佐々木朗希投手はあるな、うん、まあ、じゃあ今の予想では高部と辰巳で、はい、まあ、でもなかなかあれですね、難しいですね、難しい、でしかもよ、まだ外国人来るから、あ、確かにそうですねいっぱい多分来ると思うから、はい、それ誰かまあ当てたいね、でもまあね、一人だけど、はい、今回当てたのは一人だけど、はい、2分の1と考えたら、うん、よく頑張ったよね、そうですね、でしかも時点で言うとね、はい、高部とかもあれだしね、うん、まあまあ良かったんちゃうかっていうね、うん、まあでもね、今回取れなかった選手たちもね、はい、来年頑張ったチャンスはあるんでね、まだまだありますからね、そう、ああ、ぜひ頑張ってね、うん、ベストナイン取ってもらいたいと思います、はい、ということで今日はパリーグ編、一人当てました、打率5割です、はい、成功だと思います、はい